ですから、タレと反応をしましたね。これでガレージの中が素晴らしいフレイズ。ほとんどですね。シックスクリーンで。ただ手前にいる。そこはシューツが、そして回復していくが黒のカバーです。これで4対4。人数状況イーブン。強化がカバーしに入りますが、レータもさらにカバー。人数状況有利な、ただアブソリュートジュピター。ここは設置の方をしていく前に一旦カメラです。うん、裏からペッパー。うん、バースが時間稼ぎ。フリークある。やめた。上から。今度はワンオンツ。状況変わったぞ。ジュピター。残るはラブ。ラズのサイファーセクシーなカメラです。あと30秒位置が分かっている。残り30秒です。スパイクは落ちている。顔を出さなくてもいい。そうですね、戦国はペッパーが相手が入ったかどうかを確認してからのクラッチキングとなると思います。リコンボルトが入った。狙っていきます。リテイクは A インク、そして C インクです。ドローンを流していきます。そのまま大きく離れていきましたね。離れてからこれは窓からのエントリーとかもありそうですね。まあ、武器が弱いこともあって解除の敵を守るのはそんなに向いてはいないんですけど、目を奪った体力はあります。中で黒が時間稼ぎしてます。解除の方に入ります。これは止めれないと思うんですけど、ドックダース、さらには一発撃ってレイタが1人強化を倒しました。ハーフから全力の解除、ね、ホットハンドが入っていますが解除はできていません。時間は、うわ、ラブクラッチ、クラッ、さあ、タケジェカーブボールを少し狙うか。ただタレットが反応してないって分かっているので、戦国も栄養性ができてますね。指パッチンからカーブボール中の方に入っていきます。シュッツが守った、評価も守った。5対3の人数状況、ここは課題。戦国ゲーミング、ショートとロング、ペッパーの位置面白いですね。そうですね、ここが詰めれている限り B もかなり手薄にできるという強みがありますよね。ゆっくりガレージ入っていきます。そしてトキシックスクリーンによってタレットが反応しません。これはタレットの位置変えた方がいいかもしれないですね。さあ第2球投げました。今度はシュート。さあそのままラブが1球取るものの、ゼロソのナノソラムに1打差投げて、ゼロソ3キル。さらにカバーがガレージからペッパーです。明らかにペッパーが速い。これはセンターにいたというのがなんとなく想像できたでしょう。ラスト 1v3 当たってます。最後はペッパー、ペッパー0走3-2とキルを取って完全に戦国ゲーミングの手中にはまりました。ナノスワームの位置としても、やはりこのガレージから攻めてくるピアで情報を取ったんですよ。今トキシックスクリーンの奥にいるかどうかっていう情報を取ったので、はい、今戦国ゲーミングも急いで A に集まっています。ストライピング、なんとかシュートカバーが入る。シュートが抑える。強化は暴れていない。1人目、いやこれは大きい。綺麗なパラノイア、当たっています。ただヘブン社にはバースです。ヘブンのカバーを回したいが、レータが先に勝負を仕掛けた。中に入っていくペッパー、ここが打ち合い、レータが勝ちます。そしてゼロストの投入、どうだ、 1v1 ゼロスト、最後はレータです。レータの、まあ、比較的こういう苦しいラウンドはペッパーが出てラウンドを取り返すというのが、まあ、戦国の定石でもあります。ただペッパーの位置も相当強気。カーブボール、これは引っかかってありません。見事キャッチャーで受け止めてしまいました。ただ評価が入ってくる、出も入ってくる。22交換3対3、より早いですよこれ、かなり。おお、そして今見えてなかった出中で耐えている。 C に展開していったジュピターに対してはただ一人残っているのはレータです。スパイクがこれ確認できているので、はい、人数差としてもかなり戦国ゲーミングこのラウンドは絶対に取りたいです。かなり有利です。ベリアリーのドローンは低めで終わりました。残り50秒です。アルティメットは倒さないと使えないニューラルセフト。ただワンキルもし取れればアルティメット使ってそのままラウンドを取りに行く可能性はありますね。一旦後ろをクリアしました、ラズ。裏の可能性を十分に警戒して。これでもう B クロスを組んで勝負ですね。このリコンで相手が移れば手前はクリア。刑事起動でスパイク回収、残り20秒シフトはできるのか。間違いなく C 展開しかありません。 C によります。ただ分かってますね、先に目を奪っている。時間を稼いでいる。手術決め打ち、そして最後カバーを B リンクに。 B はもともとアブソリュートジュピター守らないこと多かったですからね。過去でも最初から開けてリテイクの形でした。潰しにかかるデリアリーペッパーとスキルを重ね、これで A リンク2を
うまくカットして最後、そしてデリアリーがクローを倒して、そして A クリア。ただ A 型目が怖いのでラズ2キル、センターから裏が来れてる。しかしペッパーが抜きます。ラストはバース。かなりとはいえ有利な形ですね。戦国ゲーミング会場を聞いたら一斉に出てもまあなんとかなるぐらいの状況ではあります。出てくるのを待っている。1人目、2人目は見えている。位置は分かってるので勝負しに行きます。2人目 1v1 ゼロストの体力が1ミリ。いや、ここでタレット、これ大きいですね。勝負でした。おっと、バースクラッチ、まさかの逆転です。いや、途中まではフラックスさん設置をフェイク、ホットハンドを使わせました。そのまま逃げることには成功しましたね。ただ設置してこの形作れれば、あの武器差あっても一応チャンスはあるんですよね。人数をかけていった、ラズが落とされました。武器もいただきます。これで4対4。その間に評価が倒されています。デリアリーの位置も狙われている。解除フェイク、タケジェがそこを抑えて、窓からはシュッツ、シュッツのシェリフ、そしてゼロソーのナノスワーム、2個投入、ナノスワーム1個ずれているか。いや、これはラウンド取れるぞ。シュッツ、ゼロソーが抜いた。これは解除できない。タケジェが解除できない。シュッツだ、お見事。シェリフで3キル。もうまたこれは C 攻めを見ていますから、カメラで見られているとはいえ、ラズがどこまで削るかですかね。ラズはもうこの位置の時点で逃げることはかなわないので、多分2キルを狙うラズと思います。1人目スルー、2人目見たことがあるが、ここはデリアリのカバーが素早かった。少し距離が空いてたのが戦国としては功を奏しました。ディフェンダーサイドからの取り返し、早速中の方に入ってきたが、しかしここはリコンボルトでバレた評価。わー、勝負 A1。 おラズ見てるというようなカメラでした。ラズ冷静ですね。その間にシュッツ、センター、バース落としました。シェリフやはりですか。ただラズもこれ見ました、カメラで裂いてからまだワイヤー発動してないんですよ。そう、ようやくサイバーケージ出しましたよね。この冷静な判断、強いラズ。2対4、味方を待ちます。完全にラズだけで守りました。いや、本当に入ってきてカメラが映った瞬間、普通ならサイバーケージ展開するんですけど、はい、そこを我慢したんですよね。 あれ最初に使っていたら多分そのまま取られてましたね、うん、足りなくて。いや、これは硬いですね。さすがに厳しいか。ただ出ッなら何か、うん、やりそうだ。スパイク確認、惜しいですね。ここはクローがしっかりともう引っ張るというのは、まあ、あの僕前も言ったことあるんですけど、チームとして健全ではないので、うん、それ以外の手で勝ちたいところではありますよね、戦国ゲーミング。レータがずっと B を止めて、タケジェもカバーに入る、うん、来ました、シュッツ。ここは胴体で仕留めます。さすがに武器変え、あ、拾ったのはハンドルですね、うん、まあ、シェリフも彼はオペレーターですから全部オペレーターじゃないですかうーん、一人削りたいとこですね。ただこれもクロス組んでるんですね。 B サイトかなり硬いですよ、これ。いや、これ唯一片方分かってるし、お、上をピンポイントで見てる。今日のセンター集め、このワイヤーは普通に、そうですね、この1本で、はい、さあ、ただアビリティをかなり使ってエントリーしました。いいですね、ナノスワームを2つ置きましたか。対応策としてはこのナノスワームでリテイクを遅延させる、まあ、解除を遅延させることができますけれども、どうでしょうか。ナイトバックと合わせて、スネークバイト、さらにはパラノイア、一気に取り返しに来る。ジュピターに対しては戦国ゲーミングなんとか耐えている。2対3の人数状況、ただ戦国ゲーミングにはハンターズフューリー、設置位置的にもロング設置なので比較的スモーク抜きはしやすいです。ナノスワーム、そして回復をしながら、ただ自己紹介によって何も解除することができない。そして倒したのは大きいぞ。操作がどうだ、残り時間は少ない。ここで竹地潰しに行った、解除成功。最後はスモークがちょうどなく、イエロー側から打てる。そうですね、ファーストキルはラズ、
さあディフェンダーサイドから寄ってきますけれども、はちゃめちゃな打ち合いですよこれ。さあ中に入ってくる、はちゃめちゃな打ち合いだ。設置された瞬間入ってくるのは戦国ゲーミング、ゼロスはクラシックで続ける。さあ竹地、オブザーバーが一番大変そうだこれ。2on2です。いろんなところで戦闘が起きてましたけど、ゴーストに持ち帰ったか。いや音は消えますからね。中部下からのカバー、ペッパー体力33です。窓下からの爪です。あーここは取り返し、中部下からの取り返しはデリアリー、あとはキャットからの取り返しです。普段のコンペティブでも一番多分使われる設置しちゃうと思うんですけど、本当にここ強いんですよね。壁を使って解除の方に向かいますが、壁でしっかり守れてる。ショックダースが、しかし最後はました、ね、うまく壁を壊しての、ただこれそうなんですよね、このさあキモリムーブセンターから打てるので、はい、さあここはバース抑えられました。出ッツリコンボルトに移っているところを狙っていきましたけれども、少し邪魔をされました。デリアリの体力は5、ここはレータが我慢をしている。頭1個抜いていく、オーディのペッパーをうまく止めて、そして体力が5、このデリアリをどう止めるか。レータも体力がないんですけど、これ位置バレているので 1v4、 お肩のデリアリ、ただバレてるんですよね。ヒールまであと15秒、ヒールがあっても体力は15秒待ってられるかな。しかも回復はできません、ほとんど回復だしね。オメオラーカン使うにはリスクあるからね。お、抜いた、抜きました、ゼロスト。ただ設置はできたので、まあ、エコとしては、まあ、あと1人2人、いいパラノイア、3人に入った。スローブも完璧、いいスローブ、このスローブがあるおかげでピーク化しにくいですけど、ナノスローブで時間稼ぎできてます。トレードです。間にレータがオペレーターで待ってる、カバーが入ってる。竹地ディスミスで逃げる、ただゼロストのカバーも入る。 1v3、 ただデリアリーよく抜いている。いやー、ここのクローのオペレーター脅威ですね。エコとしては十分、ラズが最後に切る、ラッターですね、ラッターからの取り返しになります。いやー、レイタが逃げた方がいいかも。諦めの位置で守っています。強化ここはクリアリングできず、右クリックが刺さります。おっと、デリアリーよく反応しました。3対2の状況、蘇生はあります。いやこれミトクラも裏取ってますよ。ロックダウン壊されました。蘇生は使いません。壊されたことによってバレましたね。ここは壁を使って解除を目指します。あっボタン一緒だったか。いやこれはラズの2キル、こうなると厳しいですね。いやデリアリーは本日も2回警戒してる。ロックダウンです。おお、これはなかなか面白いロックダウンです。そうですね、これで結構サイドの近くに寄れなくなってるんですよね。これで、はあ、素晴らしいロックダウンですね。もうサイト側を一回開けなければいけないので確実に設置ができると。術お、来 た, 来たオペレーター、バーシャルか、オペシャルオペシャルオペシャル、ここよ。ゼロスト抜けるか、ここはクローです。待ち構えていました。人数はラズクロー、キルログが流れていきます。2対3の人数状況、取り返しの時間はややなくなってきました。バースクローで最後は表裏で挟んでいきました。アブグしましたデリアリー、これで自己ヒールです。おっと削っていった、これでデリアリーを潰しました。まあ、壁がないとなると割と攻めの後の設置してからの壁というのは使えませんので、戦術に少し幅狭くなりました。出ッ上からラズ、クラシックです。クラシックだ、ゴーストじゃないぞ。丁寧なエムですね本当に。タケジェが待っている、地獄の150ヘルス。ファーストラウンド最強のエージェントですから、いる位置は分かっています。リコンが飛んできた、ゼロスト、バレてしまいましたね。ただゼロストにはまだね、先行体験の時に見せたワイヤーを使ったゼロストムーブというテクニックがありますから、抜かれた。いやでも絶望的ですねこれ。セントリー設置、アラップ回収しました。少しでも削りたい。うわ、いやいやいや、このタレットが一番やっこしい。ラズの化身消えた、幻覚だ。ラズが回収しましたね。これ逃げていきましたよ。これあとラズの勝負の仕方がうまかったですね。あ、ナノスワームで味方が寄るまでの時間稼ぎをしてますけども、お、入りましたよ。ダウンしました。設置中、ラズはこの位置、ナノスワームを置いています。スパイク設置完了後に評価が倒されます、
ただシュラウドステップで抜けて設置することはできたので、まあ、1つの壁は乗り越えたな。注目はレーター赤の武器を使ってほしいと言われた、うん、それを信じて赤の武器を信じて、そして出発このセリフどうだ。3対10ラウンド数は圧倒的アブソリュートジュピターですが、出発キルを取ることによって何とかこの、うん、ラウンド通りたかったんですけども解除成功。あ、先頭で出るんですね。あ、ファントムも出てる。でセンターは今ちょうどタケジェが割ってきました。壁を立てての設置、お倒されます。強気の黒、雪だるま黒、あまり見せていなかったポジションですよね。パラノイア綺麗にイエローの中に入っていった。人数差って設置も止まってしまった。まだ雪だるまにいる黒が邪魔で仕方ありません。そしてクロスを組んでいるバース、出そしてレータも加わってくる。絶望的な位置リリバレてますね。位置もただワンオンツーなので、頭1回ずつ抜ければワンチャンスはありますが、武器はガーディアンです。命のラウンド、いやうまいですね。お互い無理に顔出さないですね。リスクを減らしています。最後はラグが抑えて10